1-01脳のタスク処理の高速化に関わる3つの要因とは脳のタスク処理を高速化して仕事、勉強、読書の時間あたりの効果をこれまでの10倍、100倍にしたいあるいは同時にいくつものタスクをこなして仕事の効率化を図りたいと思っている方も多いと思いますこれらを実現するには 以下の三つの要因が大切になります。クロックサイクル、並列度、中小度、グレインサイズ。クロックサイクルは CPU の処理能力で、これが上がると10分かかっていた情報処理の時間が5分、3分と短縮できます。すなわち、一つのタスク、仕事、 任務に対して、どれだけ早く処理できるかを測る物差しであり、脳の情報処理速度と言ってもいいでしょう。並列度は、あるタスク、仕事をしながら、他のタスクをすること。シリアル、直列的ではなく、パラレル、並列的な思考をするのです。意識下では、通常は二つしかできませんが、はじめに、 でも述べたように、無意識化では無限にできます。先の二つを組み合わせると、思考スピードが飛躍的にアップします。一つのことを考えたり行ったりする速度を二倍にし、二つを同時にやれば四倍速になる。それが超並列思考です。信じがたいかもしれませんが、これから紹介するトレーニングを行えば、それが可能になるのです。 最後は、最も重要な、抽象度です。グレインサイズともいい、一回のアクションで処理できる情報量のことを指します。グレインとはもともと、穀物の粒のことです。グレインサイズを大きくするとは、直訳的に考えれば、粒が大きくなることであり、転じて、一回のアクションで処理できる潜在的情報量が増えることを意味します。 つまり、グレインサイズの概念は、私の本でいつも問題にしている、抽象度のことと同じなのです。従って、グレインサイズを大きくするとは、抽象度を上げることと同義であります。抽象度とは、情報空間における視点の高さのことです。抽象度を上げて、より高い視点から物事を俯瞰することができれば、 より多くの情報にアクセスすることができます。低い抽象度では見ることができなかったことも、抽象度を高くすることで見えてくるのです。クロックサイクルや並列度をどんなに上げていっても、それを何に用いるか、つまり、抽象度をどのポイントに定めるかによって、結果が違ってきます。例えば、自動車会社の社長と機械コートでは、 クロックサイクルと並列度を用いる次元が明らかに異なります。社長は新しい商品の開発からその販売戦略までより高次な、つまり中小度の高い思考を要求されます。それに対して機械校は自分が担当している部品のラインの範囲内でのみクロックサイクルや並列度を高めようとします。ここで どちらが資本主義社会において有益であるかが理解できると思います。すなわち、より抽象度の高いマクロ的視点で会社の利益を考えている社長の方が、会社にとって重要な存在足りえているのです。機械工が、いくら自分の生産ラインで超人的なスピードでタスクを発揮しても、大して意味がないのです。というか、彼のみが、 異常に速いスピードで部品を組み立てても、周囲の人間のタスクがそれに追いつかなければ、逆に生産性を低下させてしまうことになるのです。つまり、グレインサイズは低いのに、クロックサイクルだけを上げても無意味なのです。このように、クロックサイクルや並列度は、個々人の置かれた状況資本主義的利潤追求やプライベートなどにおいて、 どこにフォーカスするかによってその速さや効率性の重要度が変わってくるのです。